卵ふわふわ、エッグヤザーの無敵テレビ。はあ、今日から無敵テレビ俺一人か。約3年半ぐらいみんなとやってきたけど、ついに一人ぼっちになっちゃったな。タケキンやめて、キャオちゃんやめて、今回は、全員一気に卒業ってことで、無敵テレビ解散って言い出したのも俺だしさ、しょうがないんだけど、これから何やっていこうかな、マジで。今までなんかバカなことやってきたけどさ、マジでどうしようかな。 YouTube ライブで動画出していこうとかいろいろ考えてるけど、一人になった瞬間もう何やっていいか分かんねえわ。おおお、お前なんでいいんだよこんなとこに。びっくりすんなお前。どうやって現れたんだよ X さん。なんだよ、なんでいいんだよ。昨日の動画で解散するって言ってましたけど、私はエクサについていきます。いやいや、何言ってんの。解散決まったし、ていうかお前さ、どうやって入ってきたのここ。どうやって現れたんだよお前。何それ意味わかんないお前。解散決まったろ昨日。昨日解散したろ。もう無理だよ、できないよ。私はそれでもついていきたいんです。いや無理だよお前。お願いします。エッグさん、え、どういうこと？ドッキリ？いや僕もなんでいんの？解散したんですけど。どうやって現れたんだよ。音も立てずにびっくりしたな。ちょっとした力です。なんだそれ。エッグさんと一緒に今までやってきて、まだやり残したことあるし、まだまだ一緒に僕 YouTube やりたいですよ。ねえだろやり残したことなんて。もう登録者10万人超えてないじゃないですか。それはあるな。銀の盾みんなでもらおうって誓い合ったしな。そうですよ。それはあるけどお前。いやだって解散って言っちゃったじゃん、吉本とかにも。ライブもしちゃったんだよ。どうすんのお前それ。いや僕らやっていきたいんで一緒にやりましょうよ。いやそんなこと言われてもな。おおおエクさん、僕たちもやり残したことまだまだいっぱいあるんで、もう一回やりましょう。エクさん、僕もカメラマンのことまだ見たいんです。滑舌もな。そこも、はい、そこも込みでお願いします。なんでお前らいいんだよここに。だからミカエルさん言ったじゃないですか、ちょっとした力ってやつですよ。ちょっとした力。はい、もしかして俺死んだの。いや死んでないです。僕らみんな戻りたいっていう気持ちから、はい、そういった力が生まれたんですよ。戻りたい、解散嫌だって強い力が。そうなんですよ。ここにお前らを呼び寄せたの。はい、そうです、はい、その通りです。いや、ありなのかな。ありなのかそんなの。いや、ファンも受け入れてくれると思います。解散ライブまでやったんだぞ。大丈夫です。解散だからっつってチケット買ってくれてる人っているんだぞ。はい、それなのにお前ら、俺ら勝手すぎないか。そんなのいいのかよ。それでも絶対大丈夫です。分かってくれます。でもだって俺世界一周行くんだよ。お前らとはもうあと数ヶ月でお別れよ。1、2、3ヶ月で世界一周ついてくんのかよ。ついてこれねえだろ。いや、ついてきます。一緒に行きます。一緒に行きますよ。行かせてください。もうパスポート取りました。ちょうどさ、スポンサーもさ、大口のやつ見つけてさ、はい、お前ら4人ぐらいだったら連れていけるぐらいの資金はあるんだよ。本当ですか。しょうがねえ、また俺らで動画撮ってっか。はい、はいはい、みんなで世界一周頑張るぞ。頑張る。解散って嘘ついて、ライブのチケットたくさん売れるように解散とか嘘ついてごめんなさい。ごめんなさい。お金返せません。返しません。ということで、私たちエッグヤザー軍団、なんと、5人揃って世界一周の旅に出ることになりました。僕一人で行くはずでしたが、はい、いろいろありまして、この後ろの4人もついてくることになりました。はい、残念なことに前転はちょっといけないので、前転はその戻りたい気持ちが薄かったんです。薄かったんです。あとなんかミカエルからのいじめとジェブからの LINE で動機が止まらないから来れないって言ってた。まあまあいいよという感じでね、はい、エッグヤザー軍団なんと、僕一人で行くはずでしたが、いろいろありまして本当に5人で世界一周の旅行くことになりました。はい、どうなるか分かりません。まだ
とりあえず最初は、5人とも英語があんまできないんで、英語留学を2ヶ月、3ヶ月してから、はい、その後からちゃんと始まるんで、はい、どうなるかはどうなるかは分かりませんけど、詳細とかはおいおいもうちょっとしたら発表できると思うんで、まだちょっといろいろ言えないこともあるんで、皆さんぜひ発表を楽しみにしてください。ということで、これからもエッグザ軍団の世界一周編をよろしく、よろしく、よろしく、バイバイ、おにこれ信じるバカいんのかな。いないエイプリルフールはなんか午前中しか成立しねえよとか書かれるんじゃないですか。でも信じるやつ言ったらバカだよ。こっちのせいじゃないよな。そうっすね、そうっすよ、はい、エイプリルフールの動画出すといつも信じるやついてさ、あで切れるやついるけどさ、はい、そいつが悪いよな。いやそれはおかしいっす、ね、別にエイプリルフールじゃない日でも俺ら嘘ついてるけどさ、それが起こるのもおかしいよな。YouTube ごときな。そうネタですから。ということで、皆さん嘘です。ただ、ちょっとね、まあ、31日で解散だったんですけど、その1本だけじゃ寂しいんで、31日に撮った動画残りのおまけをちょこちょこアップしていくんで、何日が解散かまでは解散というか、まあ、解散はしたんです。31日に解散しました。ただこの後動画ちょこちょこは出ます。今日と今日今31日なんですけど、撮った動画をちょこちょこ出します。それが終わったら、本当の、解散はしてるけど動画もなくなります。僕一人になるんでね。ということで、これからもエッグ矢沢軍団と、違った、エッグ矢沢と元軍団員をよろしく、よろしく。なんで声ちっちゃいの。ささやくどうしたの声。いや、さっきなんかもう泣きしまってたので、なんか同じ、じゃあ違うバージョンでやればいいじゃん。そうだ、変えろ。バイブーとか言ってるじゃん。さよならラッパーとか。さよならラッパー、それ前もやったな。まあいいや、もう終わり。